やりまかっチャンネルお願いします。いやキンプリの高橋海人君ドラマも出てね、うん、負けたというか、うん、負けた勝たれへんな。あら我々ノリタとミルキー2人がかりでまた高橋海人君に勝たれへん勝てると思ったよ。高橋海人君のね、うん、最強の武器をね、知ってしまったのよ。最強の武器、高橋海人君ファンの方もね、うん、気づいてない最強の武器。まだそんなまだ気づかれてないの、最強の武器があるんですか。本人が言っていてこれで、何や高橋海人君最強の武器、それはですね、うん、ダンスがうまい。おお、ダンスがうまい、本人が言ってて、僕の最強の武器はダンスがうまい。高橋海人君のダンスじゃないの。ダンスじゃない違うよ、ミリさんが勝手にやってるやつ。そう、伸びたのダンス。いや、俺のダンス日本舞踊みたいな、日本舞踊みたいな、日本みたいなダンスが上手い。なるほど、キレッキレのね、確かにと思って、確かにね、まあ、もう皆さんすでにね、当たり前やんで、ね、知ってるわ、知ってるわって思って、高橋海人君ね、あの5歳からダンス始めてて、あ、そうなんや、すごいな。もともとは、うん、あのジャニーズに親が、はい、あの勝手に履歴書送って、はいはいはい、で一次審査受かった時点でそれを初めて知って、うん、で親に嫌やって言って、あ、なるほど、僕はもうダンスの先生になるからジャニーズに行ってこって言っててるけど、親が、うん、行きなさい、うん、そういう才能もあるんだからって、スターになる才能もあるよと、ダンスも続けれるからって言って、うんうん、そうかそうか、行ったらまあすごい素敵な世界で活躍してるんやけど、うん、はい、5歳の頃から続けてて、ダンスの先生も有名な、うん、世界で有名な人で、トラビスジャパンのメンバーに振り付けして、はいはい、海人君が、あ、そうなん、そう、そんなのしてるんや。そう、キンプリとは違う、うん、まあ、企画でね、はい、キンプリとは違う、うん、キレキレのダンスに特化した企画で、うん、あのスマップのシェイクを、はい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 、高橋海人君振り付けしたのをトラビスジャパンと一緒に踊るって、あ、そんなのできるんや、めちゃくちゃかっこいい。なるほど、あ、また違うキンプリだったらいいけど、はいはいはい、違う感じの、うん、なるほどなるほど、そう、それ見て、あ、ほんま最強、ダンスすげえと思って、なるほど、すごいな、勝たれへんやんと思ってこれどうやって伸びた後を見るっていう2人がかりでいや、ダンス以外勝てたみたいな言い方じゃんとっくにもう何種の差が されてるから、マジでマジで勝てるこれもう勝てねえ、ダンスもできへんしさ、ダンス習いたいわいや、もう遅い遅い、ダンス習いに行こうぜ、いや遅いって間に合えへんって、もうやん足つって終わるんで僕らいダンスバトル挑もうぜよ、カイト君よ、これじゃ無理やねようやないでポンで終わるだけ、まあ、他にもね、ダンス以外でもこういうとこいいよっていうコメントがあれば、確かにね、ぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録、はい、ぜひともよろしくお願いします、お願いします。